星のカービィロボボプラネット、おはようございます。ティラと申します。今回から始めていくシリーズゲー、星のカービィロボボプラネット。こちらのゲームはですね、 3DS で発売された2016年のカービィのソフトです。いやー、いや、ずっとやりたかった高くて、で、中古になっても、なかなかね、値段が下がらずでしたから。で、中古についに見つけたのが、まあ、こちら、ロボプラネット。1700円です。他のところでね、売ってんの見たら2900円でした。ちょっとそこの800円の差額を言うのはいかがなものって。お？あらすじかい？これは。話してる途中にあらすじに入った。うわ、広大。あ、デデデだよ。あ、すげえアニメーションある。チェスやってる。オープニングだ。あ、メタナイト。そう、カービィシリーズの実況をさ、こうやってシリーズに上げるのは初めてじゃないかな、よくよく考えたら。ドリル？ドリル！ドリル？その星にドリル当てます？そんなめちゃくちゃを。ドリルじゃん。ドリル突き刺して、そんな。星型にさ、ドリル当てたらもう、それはもうびっくりするよな。大砲いけ、大砲カービィはその頃何やってんだ？昼寝か？え、強っ！レーザー飛んできてんだよな。普通に極太ビームで負けてる。戦闘力の差は歴然ってわけよ。これをなんとかできるのは一匹しかいないね。よう！あ、なんか変わってんな、みたいになってんじゃねえかよ。あれ、なんか、あ、めっちゃ変わってる。完全になんか支配されちゃった感じだね。うわー。ファイル1。ちょっと待って確かにこれ中古品なんですけど。ちょっと待って。100% なんだけど。モサいんだけど、なんか。もうやり込んでモサったんだろうな。もう、クリアだけとりあえずしたんだろうなってのと、ちょっと及ばなかったんだろうなってのとさ、100% あるんやけど。エリア1。ブレインプロプトン。ステッカー、IC キューブ。モードセレクト。ああ、なるほどね。カービィの残金は7と。ポーズ。あ、カービィについて。カービィとは、ポップスターに住む敵を吸い込み飲み込むことで、その能力をコピーできるピンクの丸い生命体。無限のパワーを秘めている。あ、ありがたい。操作書いてくれてんだね。スライディング、ジャンプ。吸い込み。あれ？あ。あー、そうか。あれか。吸い込みが B じゃない時代か。多分。あ、B だ。B だわ。で、頬張り中に下。ダッシュ、急降下。能力を捨てるが X。アシストスターってのがあるんだね。ガード、その場回避。あ、僕昔ね、スーファミの、カービィのスーパーデラックスやってまして、そこの操作と類似してるね。で、そこは結構、まあ、最近もやったことあるからね。その操作は大丈夫だと思うんだけど。じゃあ行きましょう。あ！なんかあれだね。このアーケードステージ感あっていいね。まずは1の1からって感じか。よし。ロボプラネットって言うけどどうなんだろう。あ！あ、スライドパッドでも動かせるね。十字キーでも動かせる。で、完全に上画面と下画面は分離してんのは実況者的にありがたいっすね。あ。おー、カービィの吸い込んでる顔。やめてー。何？これ。あ。カービィでジャンプしろってことか。まずはチュートリアルみたいなのもくれるんだね。おー。これは土管か。へー。
いや、完全にアクションゲームだからね、こういうの実況が難しいんだよな。ね、アクションゲームは実況者のね、腕が試されるともよく言いますからね。ちょっと、不安です。あ、ワトルディ?なんで何か乗ってんの ?B、吸い込んで。B で、整形だ。そうだね。コピー能力を持ってないカービィの攻撃方法は、スライディングと吸い込みで成形弾を作ることだからね。成形弾で、じゃあ、ワドルディは多分スカだからね。じゃあ、ワドルディ一緒に行くぞ。え?あれか?これは、確かに、マリオとかだと厳しいけど、カービィだったらずっとこうやってて、絶対避けれるじゃん。てか、お前ら何が悲しくてそんなことやってんだよ。いや。あ、スライディングでやれっていうのがあるね。あ、なるほど。まあ、唯一の攻撃手段っちゃ攻撃手段だね。昔はスライディングなかったんだけどね。うわ、なんだ、お前は。スパーク!あ!来たー!これスパークってあれだよね。見たことある。もう、あれじゃん。あー、で、これ、貯めれるわけね。オッケーオッケー。完全に白菜じゃん。白菜を手に入れた。白菜は強能力すぎるでしょ。あ、で、多分あれだね。最大になった状態で、B を長押しすると、放電できるね。こうやって。下 B で放電か。これってもしかしたらさ、ポーズしてくれると書いてくれるんじゃないかな。あ、本当に書いてくれてる。ありがたいね。危ない!サーキブル!サーキブル、この野郎!俺はサーキブルを、もう俺はプラスまで行くぞ。俺は誰が何と言うと、このプラスまで行くぞ。スパークって書いてあるけどな。ああ、危ない!これもしかしてさ、ちょっとごめん。ヒュッ!行くぜ!はい、今度こそやってまいりました。じゃあ、これに乗って次のね、面行きましょう。落ちるのが一番先にそこになると思うんだな。おー、アップスター楽しそうさあ、次の面やな。まあ、さすがに1の1はチュートリアルだと思うんやけど、まあ、チュートリアルの1の1で死ぬようなやつはね、そうそういないと思うんでね。ね、そんなおバカさんはいない。ミサイル撃ってきてんだけど。ワドルディがミサイル撃ってくんだけど。おっと。ちょっと怖いからね。ちょっと、さすがに同じ死はもういいでしょ。こっち何?こっちなんか、あ、あ、これちょっと能力捨てちゃうか、せっかくだから。ソード!ソードだ。カービィといえばやっぱソードっていう人も多いんじゃないですか?いいねー。まあ、僕はね、断然白菜払ったんですけど。剣を持ったカービィといえばやっぱね。あ、いいね。剣を持ったカービィはやっぱ伝統よな、シリーズの。いつからやったかな?でも、お掃除!お掃除マン!この野郎!このお掃除マメ!名前を言ってあげてくれ。風だ!ダッシュ!なるほどね。ダッシュで通り抜けろってことか、ここは。ちょっと待って、待って。ずるくない?奥から撃ってくんの。画面外から撃ってくんのずるくない?絶対に倒せないやん。なんか定期的に画面奥にいんのずるいな。よし、行こう。あ。あ、これ中か。落ちる判定はないか。ああ、大丈夫やね。ここ入れるね。おら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 。これは下から上に突き上げるんですよ。オッケーオッケーオッケー。いいねー。で、これで次に、あ、裏の面と表の面みたいな感じか。へえ。あれ何?あのワドルディは。バンダナワドルディだ。バンダナワドルディがアイテムをくれる。ワドルディがクレームアイテムは、すれ違い通信なので良いアイテムに変わるぞ。勘弁してくれよ
シストスターは下画面をタッチまたは Y すればいつでも使える。なるほどね。すれ違い通信はこのためやるんだ。多分 HP 回復アイテムとかもらえるんだね。悲しいシステムだ。あ、せっかくだからじゃあこれも能力捨てちゃおっか。捨てちゃって、ビーム。ビームといえば、まあね、スパデラでもお世話になりました。そしてね、みんなでカービィハンターズか。カービィハンターズでもよう使ったな、ビーム。マジックビームがね、とにかく、そうそうそう、これこれ。これよう使ったな、タイムビームとか、敵の時間を止める。あ!なんか、アニメーションみたいになってる。オドリディが襲って逃げてるけど、え?いやいやいや、え?ウィスピーウッズさん?ウィスピーウッズだよね?ウィスピーウッズさんどうしたってんだい?ウィスピーウッズじゃない!ウィスピーウッズが魔改造されてる!やばい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 。どちら?逃げればいいのか?攻撃すればいいのか?ウィスピーウッズじゃなくなった!ひぃー!上に登れ登れ!ビームで遠隔攻撃。ソードじゃなくてよかったな。ダメだな。ここで、待ち構えて攻撃だけして、うわっくわ戻って。あ、逃げる系なってんのか。おお。え?これ、ほっといたら攻撃してくんのかな?あ、イライラしてる。イライラしてる。攻撃取るかんことにイライラしてるぞ、あいつ。へい、プリ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 。あ、引き返した。じゃあ、こっち行こうか。これ何?攻撃できないけど、奥側だから攻撃できねえのか。なんだろう。あ、で、これか。なんだ?ほい。何?IC キューブ。ボスへの道のバリアを解除するデータが詰まったアイテムだ。ってことは、ボスを倒すためには必ず IC キューブを手に入れるってことか。1の1コンプリート。ボスへの道。え?待って、視点変わった!すごい!視点変わったよ。なんかちょっと斜め、なんかディスカバリー感あるね、ちょっと。へぇ、視点が変わるところもあるんだ。ディスカバリーの先駆けみたいなとこあるね。あ、これで終わりなんだ、1の1。プッシュ、1、2、3、はい!おーおーおーおおてて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 、あのボス何だったんだ、倒したんかな、急げば。あれちょっと気になるな。ステッカー。ボンバーを手に入れた。ステッカー。夢の泉デリラックス。音符マーク。ロボプラネット。このステッカーも集める要素なんだろうね。